ートをスカットして攻めていくしかない。リーダーシップで素早く攻めていける。さて、AP の状況をスカールでゼロにならないあった3人で、なんか攻撃しても仕方ないよな。どうしよう、一旦攻撃に受けるか。どうだ、あ、もう死ぬわ、大丈夫だ。ほら、これで倒せるだろう。まだ死なんか。よし、やったぞ。逃げ出した。よし、緑やるに来たか。音楽がない、音がない。うわ、嫌がれ。あ、知らんか、あいつ。ベルトの隙間か。うわ、二人が死んだ。ん？ああ、そっか。HP はゼロにはならんの。ああ、よかった。よし、倒した。ビクトリー！うわぁ、おー、イドリアルレベルアップ、ベルソールレベルアップ、ハドホッドレベルアップ。よーし、よかった、倒したよ。クエスト完了。この地ではたびたび戦が起こった。すでに廃墟と化し、今は過去の栄光をあざける戦場となっている。ボルドール軍はここで食い止められている。橋が勝利の鍵となるのじゃ。オッケー。だが冥王は塔や強大な武器を持って川を渡ってくるじゃろ。ここからはお前次第じゃ。よし、どこに帰る。セーブポイントがあれば自動でレベル上げて一気に進んでいきたいな。放置プレイで。いざ。退却だ。うわ。女をやれ。近づかない方が身のためよ。あ、さらわれるか。まあ、そのレベルには多分大丈夫だと思うが、さらばれてる。捕らえたぞ。一瞬だけよ。一瞬だけ。パラミアが逃げた。囲まれるぞ。女を諦めろ。もう恐れはしない。死ぬぞ。町は占領されたんだ。ボロニアから下水道の話を聞いたことがある。探そう。占領された町の奥に入るとはいい考えだ。ぐずぐずするな。屋根に上がって多くの主力を避けなければ。急ごう。うわ、まだ続くな。わしの仲間はこの道を通ってオスギリアスから逃れた。どっか落ち着ける場所が欲しい。ここは古い町じゃ。ゴンドールがまだ強大だった頃に作られた。これもちょっと怪我する。ゴルドールはそこまで迫っている。
サウロンは巨大な生き物や古き敵を送り込んできた。奴らは川を渡ってきている。お前がここにいることに感謝しよう。で、火曜かキャラ誰にする？アドホンドにするか。カラバンとかな。いやー、時は来た。ハイドリアル、姿を見せよ。あなたもここにいるのね。来てやったぞ、エルフ。やべえ、一人で戦わんといけんっていう。大丈夫かな、レベル的に。ベレソールに変わってるぞ。デネソールに追放されたことを思い出したか。お前はローハンへ向かい、そこでサルマンの白き手に落ちた。その呪縛はすでに解かれたが、体にはモルグルの傷が残っている。傷がオスギリアスでの記憶を奪い、お前を狂気へと駆り立て敵のしもべにした。今こそ隠された恐怖に立ち向かうのじゃ。サウロンの呪いから自由になるがよい。さもなければ敵の思うがまま、お前は試されようとしているのじゃ。イベントか。現れたな。扱いはしないからな。どうしよう。もう上に変えようかな。これ以上使ってても意味ないんだよね。どっちにしようね。オデカも。誰よ。いやいや、一気に食らった。うせえな。うわ、
ダブルクリティカル。ベクセルー、早く落ち着けるところを探したい。ナズグルが乗っておるフェルビースト、奴はサウロンの邪念で育ち、ゴンドール中を荒らしている。悪いとダメな。ナズグルは軍を指揮し、オークどもを前進させている。魔王は軍を指揮、町の守りを指揮するわしを探すじゃろう。お前は敵を味方から遠ざけ、退却するまでの時間を稼ぐ。さもなければオスギリアスから撤退する。アラミア軍は全滅じゃ。またかい。こっちはどっちに行けばいい。いや、こっちは宝箱かな。うわっ、